優だな、湯気が天井からぽたりと背中に冷てえな、はい、これが何？ポンデキナコ？キナコクランチ。ディーン。ヌンチャキや。あと、なるほど。ありえる？うん。いや、ちょっと不思議な味やけど、うまい。あ、でもよう考えてこれね。コーヒー2つ、ドーナツ4つ、1000円いってない。いってない。お得。うん。いやー、やっぱ日本ってすごい。しかもドーナツうまいからね。申し訳ないけど、向こうのドーナツより結構うまい。こっちの方が。やっぱ美味しさを追求するってこんなもんや。うん。おはようございます。今日は
今日は普通電車に乗って大事なとこに行く予定。そう、どうでしょう、鎌ヶ谷支部。あ、名古屋、ただいま。あ、めっちゃいいや。お、何この匂い。あ、やばい、お腹もう完全に空いてるからさ、もう食べよう。おでんでも、おでんでも。おでんでも。これ、おでんって呼んでるよ。私は負けないよ。負けないよ、うん、やっぱり、うん。これ、おでんって書いてるよ。うん、負けないよ。そう。あ、その一番端っこのところに書いてあるよ、焼津おでん、卵、カツオのへそ。もう一回言うけど、はい、気になるよね。気になるよ。静岡っつったらおでんでしょ。こんにゃく。だってうちは今までいろいろね、旅行してきて、そのご当地のものを食べてきて、黒飯店で、おでんを逃すっていうのは、うん、やっぱりちょっと、うん、半袖だね。ちくわ、ごぼう巻き。ごめん、なんか言うたよね今。だからおでんのメニュー結構盛りだくさん。大根が飲んでるよ。分かってるよね、巻いてる。いや、僕はいろいろなこと分かってるけど、大根が飲んでるってこと分かってるよ。大根じゃない、おでん。話もおかしくなった。おでんが読んでるよ。今ちょっとクレームが出てきたけど、僕の鼻毛がこんにちはってしてるわけ。うん、しゃあないわ。そういうハサミとかそれがないから。来たよ。
久しぶりって感じはなかったよね。なんかもう昨日あったっけみたいな感じ。でも、あった瞬間ヨッシーにはあれだもんな、2年半もっとやったっけ、うん、え、ちょっと待って、2009年かなんかじゃない。あー、そうでしょ。うん、そっかそっかそっか。こう3人 で、この3人だけでさ、そうそうそう、桃太郎行ったじゃん。記憶が飛んでるのか。飛んでる、飛んでない、飛んでない、もうしっかり残ってる、うん、桃太郎の炙り寿司、うん、覚えてたか。あ、そういえば暗闇の中の、うん、ラーメン、あのやつ、そうずっと言ってたよ、その話。一つ言っていい？理由なくなった。あれ、ま、なくなった、あの、あれから一月しないうちになくなった。うわー、もうずっと行きたいね、行きたいねって言ってたね。あ、そう、やっぱその闇中に消えたって。あ、そうなんや。知らない間に閉店。営業時間変わったわけじゃなくて、もう店自体やんない。うわー、悲しい。なんだったら博士行くか、今度。え、どこ。懐かしい、博士ラーメン。博士ラーメン知ってんの。うん、あの前に来てたことある。そっかそっかそっか。あ、行ったよな、うん、博士は存在するよ。そう、あの肉がすごいんだよね、あそこ。そう、あのね、そうや、そういえばな、もうね、ずっとね、この何週か2週間の間ね、ずっとあいつに呼ばれてるよ、呼ばれてた。何？あいつにずっと呼ばれてて、声かけられて、おいしいよ食べなさいよ食いなさいよって言われてて、でも私は約束をずっと守った。で、僕は約束破ろうとするところだった。高さんに怒られるよって。あんたここでこんなに暑い日。昨日までの天気嘘だもんな、信じらんないよね。こっちでも雨、こっちも雨、一日雨だった。そっかそっかそっか。だってあそこや、静岡に行った時さ、うん、街中にね、もう囲まれたよ完全に。何を。おでんに。はっ、おい食いなさいよって。おでん二鍋あるからね。おでん二鍋あるからね。言ったべ。いや、だからもう食わんかったよ。私はタカさんが食べるなって言ったら、うん、私は守ったよ。えらい、まあ、もう僕多分ね、あの命3年間ぐらい消えたからですよ。我慢で。書いてあるよ、ほら、呼んでるよって毎回言う。そう、おでんって呼んでるよ。私は負けないよ。負けないよ、うん、やっぱり、うん、これおでんって書いてるよ、うん、負けないよ。そういいよ、赤い調子で、私は食べないよって。もう、いや、怒られるのはマイケルだよって。いや、でも頑張りました。有名ね、有名な静岡おでんも拒み。そう、偉い。